長澤露説は江戸時代中期京都で活躍した絵師になりましてあの京都画壇のキング丸山王挙の弟子になりますただこの丸山王挙の弟子っていうのは千人近くいたとも言われてるんですけどもその中で唯一師匠である丸山王挙をしのぐ才を持ち合わせていたのがこの長澤露説なんですね肩にはまった師匠の画風を打ち破ったことから奇想の画家と後年呼ばれるようにもなりました